ぎチャンネル。はい、スタートしました、うらぎチャンネルです。久しぶりにこちらの池袋うらぎスタジオ、うらぎスタジオに来ました。今回は平野選手のプレイリストを見ながらリアルタイム解説ということで好評いただいております。プレイリスト解説で今までですとユンカー選手、あとは場内のスタジアムの場内の解説、延々ディスってばっかりでな、なんかコメント欄も含めて、私全然音楽詳しくないと分かんないですけども、すごく盛り上がっていて、はい、まあでもいい企画やってもらってるよね、はい、で今回いつの間にか平野選手、ショルツ選手、江坂選手が追加されました。今回平野選手からちょっと解説していただきたいなと、うん、で問題というので先にお話ししておくと、私は一切音楽が分かりません、はい、基本的には分からないどころじゃないだろう、はい、一般人としてはもうかなり偏差値20ぐらいだよな。 Apple Music のなんかプレイリストに沿って聞いてるだけです。ああ一応聞いたの、はい、チルミックスとか、あ、違う違う、そういうこれは聞いてないんですけど、聞いてないのかよ、はい、お前チルミックスとかでいつもそういうのを聞いてるだけであってちょっと待って、はい、大問題がいきなり発生したぞ、これ平野選手の名前聞いてもよくわからないですね。ああ、はい、じゃあ早速平野選手なんですけども、うん、見させていただいて選曲が 1,2,3,4 何曲だよ、11曲か、10曲なんですけども、うん、全体のまず印象からどうでしょう、若いとか、なんか、いや若いし、はい、すごいよねこの混濁具合。おお、だってかなり若めのヒップホップがメインかと思いきや、はい、ラッドウィンプスとか、はい、この若者のすべて、はい、君という花、はい、このもう日本ロック史に残る名曲があり、はい、終わりの方何これ、ファンキータウン、はい、チャイルドオブザデビル、はい、そして最後ロンリーチャップリンだぞお前、あらやってくれたな平野って感じだよねこれは音楽好きの友人さん的に言うと音楽が好きそうな人のプレイリストだなって印象なんです。いやどうだろうな、俺はこれはなんか狙ってちょっと面白く混乱させてやろうという意図を感じるけどな、あ自分のこうこういうの好きだよ、多分聞いてんのはだからこの長寿とかさ、はいはいはい、サルとか変態紳士クラブみたいなちょっと日本の今の若者が聞くヒップホップ、はい、だと思うんだよ、はい、平野っぽいじゃん、まあなんかそんなイメージありますね、うん、その中で俺はちょっと音楽聞いてますよ感みたいなフジファブリックとかさ、はい、アジカンとかを入れつつ、はい、最後ネタのようにロンリーチャップリンだぞお前今日これだいぶある意味平野選手やってくれたなって感じだよね、挑戦状なんですかこれ、挑戦状に近いんじゃないかな、これの意図わかるみたいな感じなんですか。じゃあ1曲目から解説をしていただくと、最初のこれよく知らないんだよね、このアコースティックバージョンなのこれ、だこのヒップリンさんとあとこのビッグ VI 長寿、はい、サル、はい、変態紳士クラブっていうのはまあだから今時のヒップホップだよね。おヒップホップメジャーだけど、まあ、マイナーだけどマイナーどころの中ではメジャーなヒップホップだよね、はいはいはい、だってこの変態紳士クラブ、はい、もうだって M ステとか出てるしさ、そうなんですか、うん、このサルとかも、はい、多分事務所が結構でかいよ。へえ、これじゃあ今時の音楽好きが聴くような、音楽好きだからなんかヒップホップが好きとかの人だよね、だから若手の、うん、若い人たちがよく聴くようなヒップホップって感じだよね、うん、じゃあ年代的にももう合ってるし、なんか平野に合うじゃん、そうなんかそうですね、うん、イメージとしてさ、はい、まあ、ここまではいいんだけど、その途中でだからフジファブリック、これぐらいは知ってるだろ若者のすべて、知ってますね、ああ途中けどこの ラッドウィップスもう入ってるしね、正解っていう、ああ、うん、これはまあ割としっとりしたバラードだしさ、はい、この辺りアジカンとかも俺も知ってますよ、ああでここまではまあちょっといいけどさ、はい、こっからだよファンキータウン、これなんだすごいなんか光線走ってますね、これあのだから本当ディスコソングなんだよね、アメリカのリップスさんっていう、リップシンクスだったかな、なんか名前2つぐらいあるんだけど、はい、なんでこれ入れてんだって、これお前も多分なんか CM とかで流れてるから聞いたことあるよ、そうなんですか、ちょっと今聞いてみるか、一回聞いてみていいですか、ああ、あ、そっちが聞いてんのか、俺が鳴ってんのか、いや俺が鳴らして聞いたことある、
確かに。なぜこれ、なぜこれが入ってるんだっていうさ、なんか年代古そうじゃないですか。いや古いよ、60年代70年代70年ぐらい、まあ、80年代初頭ぐらいって感じだよね。なんでなんですかね、こんなの。分からん。これはこういう古いで、その次のこのチャイルド・オブ・デビルってすごい新しめのいわゆる EDM ですよ。これもちょっと一回流して、はい、いいですか。ああ、今っぽいですね。有名じゃないですか、これ。え？なんとも聞いたことあるっけ？これもなんか、まあ割と有名で。そうですよね。だこの謎の組み合わせの後、最後ロンリーチャップリンだね。これロンリーチャップリンってあの、なんかみんな知ってるロンリーチャップリン。みんな知ってる。おう。どういう組み合わせだよ。なんかここだけ浮いてますね。いや、だから全然わかんないよね。つかみどころがないよね、これ。このセレクション。キャラクター的につかみどころがない自分を演出してるっていう可能性はありますか。それはちょっと意地悪な言い方だけど。そうか。そういう感じだよね。ちょっと俺不思議人間っていうのを印象を受けたいんですかね、もしかすると、うん、じゃないの。なんか平野っぽくていいなと俺は思ったけど、このプレイリストは。そうですね、ちょっとなんか謎の人間っていう感じを、印象を思わせたいラインナップ、うんうん、多分本当に好きなんだったからこの辺の最初のさ、はい、割と新しめの日本語ヒップホップなんだろうけど、はい、ちょっと楽しませてやろうというこのサービス精神を感じるよね、平野選手。なるほど。じゃあ平野選手のこちらのまとめに行きますと、ああじゃあまとめ的に言うと平野選手はそんな感じの謎の、そういう意味で実に平野っぽい選曲だなと。あ、いいですね。ちょっと ひねり、ふたひねりありますよ、僕はっていうね。いいですね。ああ、はい、じゃあそんな平野選手に送る言葉を最後に。送る言葉、はい、送る言葉、はい、いやでも僕は長寿の奮闘中はすごいいい曲だと思うんで、みんな聴いてください。平野選手もおすすめで、はい、はい、はい、そんな感じでどうもありがとうございました。